今日からセパ交流戦がスタートします。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今年も交流戦が始まりましたが、近年はこの交流戦がペナントレースの行方にも大きな影響を与えてますよね。そうなんですよね。この交流戦の貯金が後々大きく影響するんですよね。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはファイターズの先発上沢が札幌ドームのマウンドに上がります。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。初球打ち、これはどうだ。セカンドの右抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは菊池、そして一塁ランナーは野間。まあ盗塁も考えられますから、警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。さあまず1球目送ります。ピッチャー取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。初球ストライク。緩いボール、しっかりと見極めました。3球目は何で来るか。あっと入らない。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。はい。牽制、二塁セーフ。これは際どいか、ボールになります。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。打ちました。これはどうか。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。これが1球目。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですね。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあどう来るか。きっちりと見極めました。ボールが3つになります。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。結果はフォアボール。ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。はい。改めてお聞きします。バッターの相澤、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、そうですか。さあ2球目は何か。インコース、ストライクを先行させていきます。追い込みました。低め外れています。高め打ちました。これはどうだ。破りました。センター前、三塁を回っていく。
セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで離されたくはないですね。さあこの場面でバッターボックスには6番の坂倉が入っています。これが初球、初球変化球を振っていきます。いい当たり、これはセカンドの右抜ける、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。さあそして打席には林が入ります。さあピンチは続いています。まずはボールから入りました。抜群のところに決まりました。インコースの変化球見ています。さあ4球目は何か、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。石井が掴んで3アウトです。しかしこの回カープ先に点を取りました。2対0、カープ先制です。小宮山さん、普段対戦しないチームと対戦する際のポイントといえば何でしょうか。まあどうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。なるほど。さあそのデータを有効に使うことができるか。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、初回に先制点を取られましたがどうご覧になりますか。そうですね、守る方としては先制点を取ったことでピッチャーは投げやすいと思うんですが、やっぱり緊張していると思いますんで、同じく立ち上がりを攻めていきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。空振り、低めの際どいところですが外れています。インサイド打ち上げました。高い打球左中間へ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている西川。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か、最初は変化球できました。ストライクです。次が2球目、ボールになります。
ース打ちました。これはショートライナー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いやバッターはね運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。打席には3番バッター高浜。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。バットは動きません。よく見ています。ストライクが入りません。空振りになります。スリーボールワンストライクです。低め空振り。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。右中間に強い打球。この当たりはどうか。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには近藤が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。まあ序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球から打っていった。セカンド正面、一塁アウト。これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。1回終わりました。2対0カープがリードしています。インサイド変化球決まっています。打ちました。痛烈、切りました。ファウルボールです。高めに外れます。次が4球目。インサイド落ちました。これはどう。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バントしました。取りました。アウト。ここは送球が間に合っています。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。そうですね。初球打ち、この打球はフライになっています。野村が掴んで2アウト。まあ1球で仕留められたのは大きかったですよね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で打席には2番の菊池が入っています。これはよく見ました。
張った。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。バックホームするファイターズ、さらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。厳しいコースでした。まずは見送ります。2球目は何で来るか。キャッチャー送球して盗塁成功。ワンヒットで2点入る状況になってしまいましたね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。わずかに外、ボールになります。空振り三振。ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0、カープがリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるファイターズの攻撃。バッターは DH ワン。ファイターズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。これが2球目。いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。今のはバッターよく見ましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。林、素晴らしい反応を見せた。先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー一塁です。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、この渡辺どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わり送ります。ピッチャーが取る。セカンドフォースアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。バッターは7番に入っている野村。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。アウトコース決まってストライク。ノーボール2ストライク。高め外れました。これは低いところに持ってきました。
めはボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。打った、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁。初球ボール、次が2球目、変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。低め外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インサイド落ちました。センターへ抜ける。ファイターズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。まずは見送ります。ワンボール。これは変化球。外へ持っていきましたが入りません。ストライク入りません。ストレート打った、セカンド正面、一塁アウトでスリーアウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。2回終わって2対0カープがリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。低めのボール入りました。146キロ。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。初球ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。いやー、また高いですね。しっかりコントロールしないと大怪我をしてしまいますね。はい、ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。
それで追い込みました。まあもう一球は外してもいいので、外の際どい変化球でゴロを打たせたいですね。なるほど、さあどう来るか。インサイド詰まりながらもセンターへ、センターが取りました。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには坂倉、まあ、状況的にはエンドランも考えられますね。さあランナーをどう生かしてくるか。この高めは外れます。ボール先行です。ここはエンドランなんかも考えられるカウントではありますね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。石井二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは7番林、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ゲッツー崩れでランナー残りました。外れてますか。はい、インコースわずかに外れてボール。この球は外れています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば貴重だ、入りました、ホームラン、ツーランホームラン。ファイターズその差を4点に広げられる重い一発となりました。ファイターズ追加点を許します。4対0。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は8番クロン、まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。この球は外れています。インコース打ちました、いい当たり、切れました、ファールボールです。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。しかしこの回カープツーランホームランで得点を追加しています。4対0、カープのリード広がっています。西さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあとにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。ここもファールです。ボールになります。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。アウトコース見送っています。
まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど、そうですか。この高めは外れます。フルカウントです。打順は2番西川。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。フォアボールのランナーが出ています。引っ張ったクロン、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。一塁牽制、セーフ。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これもファウル。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか？そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。振っていきましたが三振。ツーアウトになっています。バッターは4番近藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。初球ボール。ボール先行、ランナー動いてくるか。アウトコース打ちました。おっと、取った。一塁送球、アウト。スタンドのファンも沸いています。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。3回終了、4対0、カープがリードしています。4回に入っていきます。カープの攻撃、バッターは9番西川。ファイターズビハインドで迎える4回です。打ちました。切れました。ファウルボール。ワンボールワンストライクです。インサイド落ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター野間。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。変化球入りません。これが3球目。切れてますね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。変化球外れました。インコース打ちました。いい当たり、センターに抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。まあ、ピッチャー牽制がうまい。ファーストランナースタート、盗塁成功です。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい。
際どいところへ決めてきます。さあバッター追い込まれています。ボール、高めの変化球は見送ります。フルカウントになります。これが6球目。このピンチは空振り三振、ツーアウトになりました。初球ボール、ボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。アウトコース、これは見送ってボールです。ボールが3つになります。打ちました、ピッチャーゴロです。渡辺アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対0カープがリードしています。打順は5番ワン。前の打席はスプリットをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール、クロン一塁そのまま入ってアウト。6番バッター渡辺、先ほどの打席は送りバント失敗で併殺を取られています。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。ファウルになります。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。見送っています。ボール、変化球が低めに外れます。3ボール2ストライク。それをフォローする、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。初球は何で来るか。初球打ち、ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターボックスは8番清水、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。ランナー動いてきませんね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど。さあこのカウントランナーはどうするか。
打ちました。ここはフライになっています。菊池が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。4回終了4対0、カープがリードしています。小宮山さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。どうでしょうね、ぼちぼちもう変え時なのかなという感じがしないでもないですよね。そうですか、ピッチャーの交代のタイミング見極めていきたいところです。チェンジアップ外れました。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。緩いボールできました。さあ5球目は何か。低めの球ストライク、3ボール2ストライクです。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番相澤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、アウト、ツーアウト。バッターは DH 坂倉、今日は盗塁を一つ成功させています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。さあ3球目は何か。低めの変化球です。ストライクが入りません。これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。まず何を投げてくるか。キャッチャー送球して盗塁成功。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。振り遅れてますね。低め外れています。ボール、高めの変化球は見送ります。これでフルカウント。牽制、二塁はセーフ。追っつけて打ちました。これはどうか、ヒットになった。ホームに送球する、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席にはクロンが入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。さあ2球目は何か。外の低め見極めます。
次が3球目。誘ってきましたが見極めています。ストライク入りません。これが4球目。引っ張った。これはどうか。おっと、これを掴んだ。アウト。ファインプレイ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対0、カープがリードしています。西さん、中盤に差し掛かってきていますんで、この辺り得点がそろそろ欲しいですよね。うん、まあ、もうそろそろね、得点しないとね、まずいですよ。終盤までこのままではいけないですよ。そうですよね。次が2球目。アウトコース外れました。インコースボール。さあ、4球目は何か。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。アウトコース外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあ、これで決まるのか。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って浅間。前の打席ではフォアボールを選んでいます。大瀬良、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール。バッターよく見ました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。自由自在のピッチングを見せます。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスには2番西川。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。切れていきます。ファウル。低めに外れてボール。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって4対0、カープがリードしています。
まずは初回、得点圏には先制のランナー、迎えるは5番相澤。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ファイターズ先手を取られます。さらに続きます。ツーアウト一塁二塁で DH 坂倉、ライトへのタイムリーヒット。ファイターズ1点を追加されます。裏の攻撃、ランナーを二塁に置いて、しかしここは内野ゴロ、詰め寄ることができません。2回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。点差を縮めることができません。3回の表、ツーアウト二塁の場面、7番林、ツーランホームラン。ファイターズ2点を追加されます。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープの攻撃、打席には9番バッター西川。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ファイターズビハインドで迎える6回です。ボールになります。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。真ん中打ちました。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル、引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター野間。ここはインコースの使い方を考えたいですね。まあ、さっきインコースを打たれましたからね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。バッターは2番菊池。今日は盗塁を決めています。ツーアウトになっています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。小宮山さんどうでしょうかね。まあ、頑張って投げてきたんですけどね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。打ちました。この打球はファールグラウンドへ。わずかに右に切れました。ファールボール。際どいコースには投げ込んでいます。チェンジアップは入りません。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。4対0カープがリードしています。配球表ご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、日本ハムファイターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは高濱。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかった。打ちました。菊池アウト。スーパープレイ。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。
さてこの近藤どういうバッターなんでしょうか。まあ速い打球が印象的ですが、ミートの技術も選球眼もあるいいバッターですよ。そうですか。ワンボールツーストライクです。打ちました。センターに上がった。飛距離はありますが守備範囲内か。センター掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者のワン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。高め空振りです。ストレート、あっという間にツーストライクです。3球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が5球目。低めの変化球は決まりません。アウトコースは外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。これはどうか。一塁送球します。一塁アウト、3アウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了、4対0カープがリードしています。これから7回カープの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。アーリンがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。これが3球目。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクと追い込みました。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、インコースわずかに外れてボール。打ちました。さあどうだ。打席には4番バッター鈴木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球空振りです。
外へのボールは入りません。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、そうですか。アウトコースのチェンジアップ。マルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。まず内をついてきました。これが2球目、タイミングややずれています。いいコースだったんですけどね。外の変化球わずかに外れました。インコースボール。でしたね。はい、低めのストレート、ストライク、フルカウントです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。渡辺が掴んで2アウト。バッターは DH 坂倉。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトになっています。痛烈、切れました。ファウルボールです。インハイ、際どいコース。真ん中に決めてきました。ワンボールツーストライク。次が4球目、ボールになります。この球は外れています。3ボール2ストライク。アウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対0、カープがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。初球空振りです。さあ、2球目は何か。引っ張った、サードが前に来る。一塁へ送ります。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。初球打ち、詰まりながらもライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。8番バッター清水、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。
ランナー動いてきませんね。またファウル。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。見逃し三振、ツーアウトになりました。打順は9番石井。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが打ちました。取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。7回終わって4対0カープがリードしています。8回の表、7番から始まるカープの攻撃。林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でヒットを放っています。ファイターズビハインドで迎える8回です。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。切れていきます。ファウル、アウトロー外れます。この球は外れています。3ボール2ストライクです。ここもファールです。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番クロン。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。アーリン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。空振りになります。カットボールできました。ワンボールツーストライクです。緩いボールを持ってきました。アウトロー見送ってボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。初球ボール。次が2球目。打ちました、流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。西川、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁一塁。打順はトップに帰って野間。ファイターズ連打でランナーを増やしています。
連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、追加点を許したくないこの場面です。低めのストライク。打ちました、流しました。打球はレフトへ。さあ、そしてバッターボックスには菊池が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。ここで広げられると展開が悪くなる。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。4対0カープがリードしています。8回の裏、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。バッターは浅間。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ファイターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。膝元への変化球、低め決まってストライク。ワンボールツーストライク。打ちました、ピッチャーゴロ。アウト、ワンアウト。打席には2番バッター西川。今日はまだ当たりがありません。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボール決まっています。変化球ボールになります。引っ張った、ライトに上がった。ここはフライになっています。ライト掴んでツーアウト。打順は3番高濱。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、わずかに左に切れました。ファールボール。変化球が低めに外れます。ボールになります。ストライクになります。ツーボールツーストライクです。インコースボール、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって4対0カープがリードしています。
これから9回カープの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号29井口がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあまず1球目、アウトコース見送っています。低め見送っています。ボール先行です。まあ、ここはバッターフルスイングしていきますよ。はい、アウトコース空振りです。147キロ。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。小園の今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。走ってきませんね。走りませんね。ファウルになります。高めのボール、これはどうか。ボールを拾ってアウト、ワンアウトです。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の井口、この状況にどう対応してくるか。これもアウトコース、見送っています。ボール、変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。牽制、二塁タッチもセーフ。さあどうだ、このフライは切れそうだ。右に切れます。5球目は何で来るか。釣り球、しかし誘いには乗りません。フルカウントになります。ツーアウトになりました。ランナーは変わらず二塁です。初球ボール、ストライク。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対0カープがリードしています。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いやー本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目。いい当たり、破りました、センター前。今度これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには指名打者のワン。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁。初球打ち、これはどうか。セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには代打の太田。
ファイターズ。ダブルプレーでランナーなくなりました。当然凡退するとここで試合は終わります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。これが1球目。打ちました。高いバウンド、セカンドが取る。これで3アウト。試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。日本ハムファイターズは屈辱の黒星となりました。ホームで迎えての初戦でしたが、小宮山さん、残念ながら黒星スタートとなってしまいました。これはね、やっぱり痛いですよね。どうしても何がなんでも最初の試合勝ちたかったはずですから、かなり痛いですね。そうですね、そんな残念な空気がこのスタジアム包んでいます。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように交流戦初戦はファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。